はい、自粛自粛で売り上げの立たない事業者さん、そして個人経営者の皆さん、こんにちは。速稼塾の久保です。今回は経済産業省から発表された出たてのですね、まだ出したての持続化給付金に関するお知らせを一緒に読んでいこうかと思います。よろしくお願いします。これはですね、ここに真ん中に大きく書いてますけども、給付額、法人は200万円上限、そして個人事業者さんは上限100万円で給付されます。返済の必要はありません。ただし、昨年1年間の売上から減少分を上限としますって書いてますよね。うん。ですから、昨年と今年売上を計算して、50万円減少しちゃったよってことでしたら、50万円の給付になるってことですよね。で、ここに計算式書いてますよね。売上減少分の計算式。これ、それぞれご覧いただいたらと思います。で、まずね、持続化給付金とはって書いてますから、ここを読んでいきましょう。感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を支給します。ということなんで、使えない事業もあるってことですよね。私が思うに、風俗営業法と、あと金融関係ってのはダメなんだろうなって気がしますけども、はっきりはわかりません。私ね、こういうふうな、ね、補助金とか、助成金とかね、給付金ってものをいろいろと体験したんですけども、金融と風俗営業法はダメっていうのがね、結構、多かったですよね。で、私も風俗営業法に関わる麻雀店もやってましたんで、どうかなと思うことがありましたけども、まあ結局は出たんですけどもね。だから諦めずにね、取り組めばなんとかなるのかなと思います。さあ、支給対象を見てみましょう。新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で 50% 以上減少しているもの。資本金10億円以上の大企業を除き、中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者を広く対象とします。だからほとんど大丈夫ってことですよね。またこういうふうなね、医療法人とか農業法人とか NPO とか社会福祉法人、社会、会社以外の法人についても幅広く対象となりますってことなんで、まあ出ないかもしれないけども対象となるってことですよね。特にこの医療法人とか農業法人とか出してほしいですね。で、相談ダイヤルこちらにありますので、うちはどうなんでしょうかっていうね、お問い合わせしてみてはいいんではないでしょうか。ただね、電話が混み合っちゃいけないので、よくあるお問い合わせに、答えてくれてます。FAQ ってやつですね。ちょっと一緒に読んでみましょう。よくあるお問い合わせ。前年同月比、マイナス 50% 付きの対象期間はいつからですかってことになりますけども、2020年の1月から、今年の1月から12月、まだ12月ってのは来てないんですけども、だから今のところ 50% 減ではなくても、これから 50% 減になれば対象になるってことですよね。2019年の同月比で売上が 50% 以上減少した一月について事業者の方に選択いただきます。だから1月から12月まで 50% 以上減った月があったら、その月だけセレクトしていいよってことなんですよ。だから極端な話ね。12月分の11月、11ヶ月ですか。1年の12回分の11回がプラスでも、1回だけマイナスだったら OK ってことなんですよね。で、こういう場合はどうなのかなと思いますよね。例えば、印税収入の方で、2019年は作品がヒットしたけども、2020年はたまたまヒットしなかったと。だからこれウイルスとか関係なく、自分の実力のなさで売れなかった時も、対象になるんでしょうね、きっとね。だから悪用はやっぱりね、やめてくださいね。本当に欲しい人から順番に行き渡ってほしいですからね。次。申請給付はいつからですか？補正予算の成立後。まだこれね、予算成立してないんですよ。で、1週間程度で申請受付を開始しますということなんで、2週間程度で給付。かなり爆速ですね。かなり早いですね。まあ、ですんで、いつから申し込めるのか、いつに給付になるのかわかりませんけども、この様子だと、4月中は難しいのかな。まあ、ゴールデンウィーク明けたあたりから申請が始まって、5月中に、受給される方が出るってことなのかなと思います。で、申請に必要な情報なんですけども、住所とか口座番号は当たり前なんですけども、口座番号ってのは何ですかね？なんかわかんない。あ、通帳ですか。ここに振り込んでくださいっていう口座番号と、あなたの住所。これは必要ですよね。もちろんですよね。これ書き忘れちゃしょうがないですよね。で、その他、法人番号がいるよっていうのと、2019年の確定申告書の控えがいるよっていうのと、減収月、事業収入額を示した帳簿などがいるよってことですよね。うん。なるほど。はい。で、個人事業主の方。これ確定申告書って書いてますけども、決算書ですね。決算書を皆さん法人の方取られてますもんね。決算の月は、その会社によってバラバラですけども、決算書の控えと、だから2019年の
1月からあと12月っていうふうに、ね、ちょっとこう決算の時期っていうのは必ずしも1月12月で分けてないと思うんで、その辺ちょっと試算表をぶっこいていくってことになると思いますけども、ガイドのところね、出していただければいいんじゃないかなと思います。そして減収月の事業収入額を示した帳簿等ですよね、うん、これだから2020年まだ決算締めてないところばかりだと思いますので、試算表とかになるんですかね。で、個人事業主の方もまあ同じようなものが必要だということですよね。で、申請方法を教えてくださいってことなんですけども、ウェブ上での申請を基本とし、基本ですよ。ありがたいですね。必要に応じ、感染対策を、講じた上で、予約制の申請と、窓口申請ってことですね。まあ、ウェブでやった方がいいですよね、やっぱり。うん、何でもかんでもウェブでやった方がいいですよね。簡単ですしね。で、まあ、履歴も残りますし、言うことないですよね。はい。で、最後、こう書いてます。その他申請に必要な事項の詳細等については4月最終週をめどに確定公表しますので今しばらくお待ちくださいということなんで、4月のね27日28日30日このあたりでしっかりと出されると思います。はい、すいません、私ちょっと今日はエアコン使いすぎたようです。はい、ということなんでね、以上で、読み合わせ終わります。ありがとうございました。